松下ただいつこのあなたへスマイル。この番組は WBA 世界ミニマム級9度防衛 IBF と WBO3 団体チャンピオンの多田悦子さんとロンドンブーツ1号2号田村敦さんのそっくりさんをやらせていただいているロンフ敦氏がお送りするネットラジオ番組です。さあ始まりました。えっちゃんはいない、あなたへスマイルということで、ですね、本日はですね、まあ、いつもの相棒のですね、ただ悦子さんがですね、ちょっと頭痛い痛いということでね、本日はお休みということで、私一人でね、お話しさせていただきたいなと、なかなかないパターンでね、今までやったらね、まあ、休むというかね、まあそういうのは簡単にはまあできたかなと思いますが、まあえっちゃん的には、悔しいと、それがね、まあ途切れるのがっていうことでね、まあそれで、まあ私一人トークということで、まあ今日はね、やりと思うんですが、ほんまね、普段、こういうことしないので、まあ一人語りってね、なかなかないんで、今日は一人で語りたいと思います。まあ普段はね、ちゃんとこう、まあ会話のやりとりをしている、あなたへスマイルという、まあラジオなんですけど、まあ本当に、こう、不意に始めた、この、あなたへスマイルというね、まあネットラジオね、まあ YouTube でずっとやってますけど、まあまあどこの媒体でも、まあえっちゃええんですけど、まああえて YouTube で、まあ YouTube で動画の、まあSNS なんですけど、まああえてこういう風にね、まあ動画ではない、ラジオ配信っていうのを、まあやってみてもいいんじゃねえかっていうことでね、まあこれもかれこれもう40回ぐらい行ったんかな、確か。まあなんかとにかく続けることっていうのはね、本当にまあ難しいことなんで、まあそれをまああえて、まあやっぱりね、そこは途切れさせたくないっていう、まあその思いというかね、ということでね、まあやってるんですけど、まあ普段ね、こう、まあちょっとでも、まあ笑顔になっていただけたらいいなという思いで、まああなたへスマイルっていうね、名前をつけて、そうやって二人で喋って言ってるんですけど、まあ本当にまあ日によってね、本当にこう内容のない、内容のないって言うとあれやけど、本当にまあだらだら喋っている時も多いんですけれども、まあ何かしらのまあテーマを決めてとかね、まあなんか、まあ二人の雑談っていうのの延長で、まあちょっとでもその、なんだろうね、こう、まあ、ためになるって言ったら大げさなんですけれども、まあ、こう、ちょっとでもね、こう、まあ、力になってもらえたらな、と、こういう思いで、こう、まあ、日々ね、やってるんですけど、まあ、やっぱり、なんというか、まあ、なんか別に今日喋る内容ないな、みたいな、日も、まあ、あんのよ、やっぱり。それはさ、まあ、人間やから、ね、お互い、どうする言うて。いつも。まあ、このラジオを、まあ、する、まあ、収録する前ね。っていうのは、割と、まあ、飯でも食いながら、なんか、どんかもう、今日あった話とか、もうすでに喋っちゃってんのよ、そこで。大概。だから、ね、このラジオに入る前に、もう喋り尽くしてしまって、いざ、ラジオの収録が始まれば、全然、なんか、何話そうかって、こう、なってしまう時もあって、で、ほんまにまあ、食べてから、喋るから、もう、睡魔がすでに始まってしまってね、頭が回れへんっていうことも、たったたったあるんで、それはね、ちょっと気をつけなあかんな、と思いながら、まあ、あまり食べずに、最近は、やっているんですけれども。まあ本当ね、何やろ、この最近の、まあ、活動というか、まあそれぞれのね、まあ多田悦子さんの活動もね、すごくまあまあジムが今ね、こう、まあ基本的にはあるんですけど、そっから外に向けてね、
いろんな方に、パーソナルっていうのをね、やってて、いろいろバタバタ、えっちゃんはね、いろんなところに移動して、いろんな方にね、その、体から、メンタルから、全てにおいてこう、元気になってもらおうというね、活動をずっとされてるので、非常に、おそらくその、忠悦子さんにね、そのお会いしたことある方は非常にわかると思いますが、本当に会ったら本当元気になるんですよ。なんやろな、もうそういうなんかオーラをまとっているんでしょうね。僕も初めてお会いしてからね、本当に衝撃を受けたんですけど、こんな人間がいるんだみたいな、ちょっとこう新しい感覚に陥って、すげえ元気をもらえたなって、その初見でね思って、こういう人と接するとね、すごくこれからいいようになっていきそうだなみたいなのが、その最初の日でしたね。そっからすごくフィーリングがあって、本当にこの1年ぐらいなんですけど、1年超えたかな、本当そのぐらいの期間でしかないんですけど、すごく仲良くさせていただいてね、その本当にいろんなことを話したり、いろんな体験をさせていただいたりね、そのいろんな方と出会わせてもらったり、本当すごい日々いい一年だったなと、本当に忠悦子さんとね、出会うことができて非常に僕は良かったなと、改めて一人になって思ってるんですけど、普段そんなことはあまり言わないじゃないですか、お互いに。たまには言いますけど、本当ね、すごくこう、出会わせていただいたのは、宇治川っていうね、元町、神戸の元町からちょっと西になるんかな、神戸駅からちょっと上の、超ローカルな非常にローカルな商店街があるんですけれども、そこでバーをやられている信明君という、僕が昔からちょっと仲の良い友達からの中で、先輩ですよね、その先輩が、僕がロンフワツシっていうのをね、活動してるっていうことで、たまたま見てくださってたようで、全然疎遠に近かったんですけど、連絡くださって、で、その宇治川商店街で、イベントやるからちょっと手伝ってくれないかというところから、で打ち合わせしようっていう流れがなって、えっちゃん紹介するわって言われて、えっちゃんって誰やろみたいな、僕はちょっと詳しくなかったので、ボクシングのこととかね、女子ボクシングがなおさら知らなかったんで、女子ボクサーが来る、女性かと、女性が来るんだなっていう、そのイメージを膨らましてね、当日待ってたんですか、ファッと登場したらね、ウィッスみたいな、おいしそうみたいな感じで、まんまの、ちょっと僕がその想像していた女性像とはもうかけ離れた、女性、厳密に言えば女性ではないんでね、忠悦子さんはね、忠悦子という、人間ですよね。その男女というその性別を超えた、忠悦子という人間でしたね。非常に新しい人種というかね、生物を見た感覚になりましたが、そっから衝撃的なね、出会いでね、本当その日に打ち合わせをして、普通にそのまま、もう電車がもうなくなってたんやろ、もう終電終わってて、どうしよっかな、もうでも、全然歩いて帰れる距離っちゃ距離なんで、もう歩いて帰るわ言って、ほんならえっちゃんも全然あるわみたいな。で、そっからね、長く、帰り道歩きながら、そこが良かったやと思いますけど、歩きながらいろんなことを
初めてねお話しさせていただいて、そこでまあちょっとフィーリングがあって、そっからいろいろね、ほんまに仲良くさせていただいてて、うん、いや、ダダイスクさんはすごいなんか人間性で、まあ非常に、まあお会いしたら絶対にわかると思うし、まあこのラジオを聞いてくださっている方も非常にわかると思いますが、まあ明るいし、なんかやっぱりその世界をね、こうまあチャンピオンとして、まあこう君臨して、まあそこまでたどり着いた人間というのはやっぱり考え方もやし、まあ普段のね、こう生活のやり方とか、まあそのメンタル的などういうふうにこう、まあ何やろ、突き進んでいくかとか、まあいろんなそのなんか、まあ普通の人間ではちょっと成し得てないことを、まあ、成し得てるから、やっぱり考え方も全然違いますし、まあなんか喋ってても、あ、そういう考え方もありますかとか、うん、そんな風にすんのそれとか、まあなんかちょっとこう今まで自分になかったものをね、非常にこうなんか見れてんで、まあ本当になんかね、だからまあもしね、そのジムとかちょっと興味あるなとか、おそらくですが、まあ他のジムは知らないよ、知らんけど、まあ忠悦さんのジムに行ったら、なんか、まあ、そういう、まあ、ボクシング的なことだけではなくて、まあ、メンタル面だったり、まあ、もちろんその体のこともやけども、多分メンタルがすごく良くなるんじゃないかなと僕はすごく思うんで、まあ、ぜひね、ちょっと、まあ、体験でもいいので、ぜひに行ってほしいなって思いますね。本当にまあね、この世の中ちょっとこう、まあ、ストレス社会であり、いろんな、まあ、情勢もこう変わってね、まあ、ちょっと生活しにくいとか、まあ、精神的に辛いとか、まあ、いろんな、なんか、まあ、人間辛い部分があると思いますんで、まあそのいうのをまあ吹き飛ばしたい、まあちょっとでも、まあそのなんていうんですかね、自分の弱い部分を変えたいとか、まあ何かしらの変化を、まあ元気になりたいでもいいですけど、本当そういうふうに思っているんであれば、何かしら、そう、忠悦子さんに会ってね、まあ喋るだけでもちゃうし、うん、ジムに体験ぜひ来ていただきたいなと思います。本当に変わっちゃうと思います。本当にまあまあ変わっちゃうというか、まず元気もらえます。うん、まあ、忠悦子さんにもう僕はなんか何度もまあまあ会うたんびね、まあ、パワーもらってるんで、なんかまあ何でもいいんでね、ちょっとでも触れていただけたらなと思います。なんで、まあ、まあ、このラジオもそうですけど、まあ、垂れ流しでね、こう、まあ、何か別のことしながら、まあ、洗濯しながらとか、まあ、飯食いながらでも、まあまあいいけど、うん、まあ、何かしらなんかこう、ながらで、あなたへスマイルをね、これからも聞いていただけたらなと思います。で、まあ、近日ですね、近日つか明日なんですけど、明日、大阪の、まあ、インテックス大阪でね、ちょっと、どこになるのかな、駅で言うと、コスモなんちゃらやったかな、なんかその、まあ、いろいろ、その、なんかフェスだったりね、イベントごとが行われているようなね、ところがあるので、あ、中ふ頭や、そうや、中ふ頭が近いんかな、ちょっと忘れたけど、まあインテックス大阪で、まあライオンズクラブっていうね、まあボランティアとかすごい進めてやっている、まあ、団体があって、まあ、そこのイベントがあって、そこでちょっと歌うことになってまして、ちょっと僕的にはね、朝が早くて非常に苦手なんですけれども、朝がね、一応ステージが10時半ですね。僕にとっちゃちょっとまあまあな、スケジュールというか、なかなか辛い時間ではあるんですが、ちょっとまあ頑張って、そっからまあ20
分ぐらい、20分もないぐらいだと思うんですけど、歌うんで、それでまあぜひね、明日行けるよってもしね、おるんでしたらぜひ覗いていただけたらと思います。その後にものすごい、めちゃくちゃバズっている、もう本当に僕なんて及ばない、もうほんまクソみたいなもんなんですが、レイクレさんっていうね、YouTuber のすっげーもう全国的にねもう大人気の YouTuber さんが、出るんで、まあその方々を見に来るだけでもおそらく全然もうまあ価値のある日だと思いますので、ものすごいバズってるよね。どのぐらいなんやろ、197万人やって、 YouTube 登録者数えぐいね、えぐいな、すごい。やっぱそういうレベルの人が、あ、大阪の方なんですね。レイジーライクレイジーっていうちゃんとした名前はね、でレイクレというそのね、まあ、略して、へえすごいな。まあまあ基本的にはそのまあなんていうの、まあ、ジャンルといえば、あ、まあバラエティ的な感じなのかな、おそらくね。まあ非常に人気みたいなので、多分結構人が集まるとは思いますけれども、まあ、おそらく僕の時間はおそらく少ないと思いますので、まあよかったらね、覗きに来ていただけたらと思います。はい。で、まあそれがあって、今週はね、まあそれがありで、土曜日は和歌山行くでしょ。で、その次の日名古屋なんですよ。えらいこっちゃで思って、まあまあなスケジュールなんですよね。で、名古屋から帰ってきたらまた大阪で、今回はねそのみそのちゃんが実はもう店を出すと、焼き鳥屋さんですね、焼き鳥屋さんとラーメン屋さん、非常にね前からまあ僕は聞いてましたけれども、もうかなりもう11月の28日が、オープンなので、もうまあ外観というか内観も全部もうできているんですけど、まあ水野ちゃんの、まあ、インスタとかツイッターとか、まあ、見てたら多分もう見れるんですけど、まあ可愛らしい店になってますね。うちの焼き鳥っていう、まあ、まさに水野ちゃんの代名詞というかね、まあ、ギャグやとも言われてますがまあギャグじゃないけど、まあうちやでの、まあそのうちのみたいな。でラーメン屋さんはその人類みなめん類っていう有名なラーメン屋さんとのコラボなんで、まあすごいえらいことになってると思います、本当に。まあ場所は心斎橋のね、雨村か、ビッグステップって分かりますかね、まあ、三角公園の近くのね、まあ、でっかいビッグステップっていうその建物の向かいなんで、めちゃくちゃ場所もええんで、まあ、そこのオープンにまあ、僕もちょっとご招待されて、まあ、行くんですけど、めちゃくちゃ楽しみですね。まあ、ぜひちょっと皆さんも、足を運んでみてください。まあ、みそのちゃんがおるとは限らんね。もちろん。ただ、みそのちゃんの店やから、みそのプロデュースである。で、まあ、その焼き鳥の方も、まあ、鳥団という、大阪で展開している、もう何店舗あるのかな、ちょっと忘れましたけど、いろんな、まあ、いろんな場所にある鳥団。1本50円とかそんなんの、めちゃくちゃ、まあ、安い感じなんですけど、めちゃくちゃちゃんとしたところから仕入れてるし、まあ、すごい美味しいらしいんで、僕まだ行けてないんで、めっちゃ行きたいんですけど、鳥団は。まあ、鳥団はというか、もう、まあ、そこがもうみそのちゃんのとこになっちゃってるから、まあ、そこ行くんですけど、まあ、それプラスラーメン屋さんでしょ、まあ、ビル1本で、まあ、1階と2階かなんで、まあ、ぜひちょっと足を運んでみてください。
まあ、僕たちは先にちょっと行ってみますけどね、まあ、そんなスケジュールの中ちょっとまあ僕もありがたいことにね、いろんな体験をさせていただいて、まあ、このロンフン淳としてね、めちゃくちゃその人生変わりましたね本当に。まあ、まあそれまでいろいろな活動一応してたけど、まあ本当何にもならんぞと、どうしようもないなと、これはなんかこのままやっとってもさ、そのまあうだつが上がらんまま、ただのちょっとまあ夢を追い続けて破れたただのおじさんになってしまうなと、これはマジで嫌やなと、まあ本当になんか人生どうにか変えたいなっていうふうに今思ってて、で、かといってどうしたらいいかっていうのが分かんなかったんですけど、まあ、あの自分が自信あることっていうのはまあ歌なんですけど、歌と、唯一自信あったのは田村あずさんに似ていること、この2点やったんですよ。でもうこの2点を使ってなんとかするしかなかったんですけど、とにかくまあその、まあ、そっくりさんとしてね、まあ、SNS で発信することでおそらくまあバズれんじゃないかなっていう、まあどっか自信がまああって、まあいけるやろっていうどっか、まあ、その確信はあったんで、まあ、それさえやればなんとかなるだろうと思ってやりだしたら、まあまあやっぱりあの案の定あのそれなりに当たってくれたんで、まあ、そっからですよね本当にあの人生の流れが変わったのは、まあ、ちょうど本当コロナ禍でね、まあ、コロナになってからまあもう本当まあ結構、まあ、その時はまあまあかなり辛い、まあ時期やったんで僕的にもね、いろいろありいろんなものが離れていってみたいな時やったんで、まあとにかくちょっともうね、まあ、そうなったらもう思い切るしかないということでちょっと振り切らなあかんなということでちょっとこう思い切った、活動をしだして、今に至るんですけど、本当ねこう、まあ、先日ですけどね田村淳さんと、一緒に並んで歌うという、まあ、一つ掲げてた夢も、まあ大きな夢だったんですけど、まあそれが叶いましたし、本当にまあいろんな、ね、芸能人の方とか、すごい社長さんたちとかいろんな方と、まあ、出会わせていただいて、本当にまあいろんなとこに点々とこうまあね呼んでいただいて、まあ本当に今ありがたい状況ではあるんですけれども、まあこれからねまだまだやっぱり知られていないので、まあまあそれなりにまあそのバズってまあ、登録者数なり、フォロワーなりね、まあ、結構なってる状態であるけど、まあ言ったって、まあ、知れてる、まあ、その狭い世界ではあると思うので、まあもっとまあそのね、まあ、数字ではないけど、まあ、そのフォロワーを増やさないといけないなとか、あと、まあ、どんどん動画とかねそのまあ投稿をねしていかないといけないなとか、まあ、あとはまあテレビもね、まあちょっと時代が変わって、そのあんまりそのゴールデン出たところで、まあ大きな反響は正直ないんですけど、まあその一つの、まあお仕事として、まあもう少しメディアにどんどんね、やっぱ出れるように、まあ自分自身を高めていきたいなと、まあこれからもちょっとどんどんちょっともう挑戦は、いろいろしていきますので、ぜひね、まあロンフン淳を、応援していただけたらなと思います。まあ、ロンフン淳としての、まあ、これからの、まあ、一つの、まあ、
ちょっとこれは別のベクトルになるんですけれども、まあ僕はミスチルがね、大好きだったんですよ。まあ大好きなんですけど、まあよく投稿でもまあね、動画出してるんですけど、まあまあそれをまあ見てくださってた。というかまあ見て、まあぜひミスチルをね、そのやりたいと、いう、ふうに思ってた、まあ、プロのミュージシャンの、集まり、楽団ネコライスという、もう本当すごい方々なんですけど、まあ、言うなれば、かの有名な、ビルボード、ね、ビルボードというところに、まあ、ライブですよね、その、ほんまに立ってて、ステージに。で、まあ、一つ、まあ、ドラムの方は平井堅さんのね、バックで叩かれている方で、そのメンツが集まってね、ミッシュルやろうぜって、言うてえらいことやなと思いながらも、先日、まあね、ちょっとまあブッキングライブっつって、まあ、いろんなバンドが集まった中の一つで、ライブさせていただいたんですが、非常に盛り上がりまして、まあ、その動画もさっき届いたんで、まあ、近々アップしていきますけど、その、まあ、バンドでね、ライブというかワンマンライブが、来年年明けてからの2月24日にあります。大阪の、梅田から、2駅ぐらいの、西中島南方駅かな、そんな名前やったと思います。ライブバー D3 という、非常に素晴らしいライブハウスで、ワンマンライブがあります。もうぜひたくさん友達を連れて、来ていただきたいです。本当ミスチルのもう完全コピーバンドなんですけど、まあプロのミュージシャンが集まって、それを演奏するので、まあクオリティ高いですね。まあ今まで僕がまあね、そのバンド活動なり、まあ、音楽活動してきましたけれども、まあそんなプロの、まあもちろんね、 うまい人たちともやってきたけど、やっぱプロのミュージシャンっていうのがね、全然ちゃうなと、改めて、感じさせられましたね。もう本当にスタジオっていうの、前回のライブの、まあ、1回しか入ってなくて、1回まあその練習スタジオ、まあ言うたらゲネプロなんですが、1回やっただけでライブできんのみたいな。まあ今までやったらもう何度も毎週、ちょっとまあ言うたらね、その最低でもまあその半年ぐらいの期間が空いてね、で毎週まあ週1回かな、まあ本当にまあ練習してやっと草ライブするっていうのが、まあ今までの、まあ、常識というか感覚やったんですが、1回のスタジオで、本番に臨むという、やはりプロのミュージシャンっていうのはね非常にいやちょっともうびっくりしましたね。まあそうやってやってきたんでしょうし、まあもうね、培ってきたものが違うでしょうからね、もう当たり前なんでしょうけど、まあ、僕はその辺もちょっと衝撃的で、まあすごいその1回の練習、まあスタジオでね、まあもう流れだけはまあ把握するみたいな感じで、もうそれだけで、まあ、あのパフォーマンスができるかということなんで、まあその動画も近々アップしますんで、とりあえず演奏力、非常に高いです。当たり前なんですけど、まあそれがプロなんで、まあぜひね、このミスチルコピーバンド、最強のコピーバンド、ミスターチルアウトっていうバンド名なんですけど、僕がつけて、まあ略したミスチルになるっていう、なんかそういうの名前ない、名前ないかなと思って、まあちょうどいい名前があったので、まあいい名前というか、まあいい言葉というか、まあチルアウトっていう言葉があってね、まあ略すっていうか、まあその訳すと、まあ落ち着けと、
落ち着けっていうなんかまあ言葉になるんですけど、まあまあ落ち着いかないといけない、まあ、大人たちが集まってみたいな、まあ、ちょっとそのいろんな意味でのまあ落ち着いた音楽とか、まあ、いろいろそういう意味も込めて、まあ、つけた名前で、まあ、ちょうどまあミスチルって略したらなるんでね、いい名前だなと思ったので、まあ、ミスターチルアウトという名前でね、まあ、ミスチルのコピーバンド、最強のコピーバンドを組みましたので、来年の2月24日、ぜひ、予定開けておいてください。応募フォームの方をね、概要欄にも、つけておきますので、ぜひそこから、まあ、来場予約してください、まあ、ぜひもう本当にたくさん友達連れて来てください。まあ、ミスチルを知らない方でもね、まあ、楽しめるような、ライブにはするので、絶対損させない、本当に絶対楽しいと、まあ、自信を持って言えるライブにしますので、ぜひ、来てください。というわけで、本日はえっちゃんがおりませんでしたが、お休みですが、ね、長いこと、一人で喋らせていただきました。というわけで、来週田田悦子さん来るかな、えっちゃん元気になってよ、ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。あなたへスマイル、バイバイ。